を使え。見えないものをあぶり出すんだ。工事現場か。何か感じる。調べるぞ。力をうまく使えよ。鳥居があった。浄化する。なんだ？これも強い力を感じる。駅の南側に陰りへの跡地が。
再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。君たちの失格なんだ。魂は常に肉体によれ、醜く歪められる。哀れの理不尽に魂は肉体の道連れとなり、生きてそういう必要などない。よるべなき魂たちよ、肉体を捨てる私のもとに集え。使えそうだぞ。
から禍々しい力を感じる。気になる場所は力を使って調べてみろ。偉そうに。社に何かないか調べておけよ。バッチが足りだな。札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。
展望台に行くぞ。あそこならこの辺りを見渡せる。状況もわかるだろう。この神社はね、昔ここにあった沼を埋め立てるときに水の神様を鎮めるために建てられたんですよ。それでも水の神様が怒ってないか心配なんです。地道にやるしかねえな。手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。上だな。そこに何かあるぞ。それでいい。なかなか似合うじゃねえか。
よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。追うぞ。よし、また強くなったな。感じじゃねえか。ここを通ったはずだ。もう大丈夫だよ。向こうか。これでよし。長く君たちは肉体に。君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体による醜く歪められる。哀れにも理不尽にもだ。魂が肉体の道連れとなり、そのために訪れられる必要などない。よるべなき魂たちよ、肉体を捨てよ。また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。
聞いたな。いねえが、化け物はいるみたいだな。そんなところばっかりだな。そのサービスはいらないかな。これで敵の動きを止められるぞ。それがあれば高いところまで飛べるはずだ。使えば高いところに一気に行けるんじゃないか？買い物の待ち時間が一番辛いな。
悪かったね。申し訳ございませんが。繰り返し。お客様に。なんだろこれ。鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。また妙な現象が。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。こんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて吐かせる。
手間取らせやがって。まさか。なんだ、どうした。あいつどこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。あいつ俺の体を操り人形にしてやがった。何ゲッケー。倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの。逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違う、違うんだ。戻ったのか。剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。あれでだとしたら、消えてる全部、力も経験も。どうすればいい。マリをどう探せば。あそこなら。K の力がないから正面突破は難しいな。
なんとか切り抜けなきゃ。外か。あのマンションは北か。